警察だ。やめんか。逮捕しても無駄だ。何もあかんぞ。ハー君、自分の名前も知らねえ野郎が。ゴーストのない人形は悲しいもんだぜ。その気になれば体内に埋め込んだ化学プラントで代謝の制御、知覚の鋭敏化、運動能力や反射の飛躍的な向上、文句を言う筋合いじゃないわ。疑似体験ってどういうことです？奥さんも子供も嫌しない。全部偽物の記憶で夢のようなものなんです。あなたは何者かに利用されて政府関係者にゴースト発行を仕掛けてたんですよ。こいつは電脳犯罪史上最もユニークと評されたハッカー、人形使いだ。私は情報の海で発生した生命体だ。ここにこうしているのは私自身の意志。バカだ。あの擬態、私に似てなかった。くだらねえ。自分のゴーストが信じられないのか。私みたいな完全に擬態化したサイボーグなら誰でも考えるわ。もしかしたら自分はとっくの昔に死んじゃってて、あの擬態の中にいるのが何なのかどうしても確かめなくちゃならないの。我ら鏡を手見るごとく見るところ